確かにお前は天才だわ、もう目つぶってるが限界だわ。だから分かってる、お前の天才肌なんてさらさら興味ねえ。だけど迷って売って嬉しいよ、このまま続くぜ何小節。お前のラップはさすごく饒舌、饒舌じゃねえけど脱小説。いや何回続く何小節、でもこいつはおしゃれなファッション説。でも俺は感動って我関節、しっかりビートに乗りおる関節。いや俺のどこが限界、目開いてデイタイム戦っていたい。お前よりもビートの乗りこなし方が上手いから俺がウィナー。おいおいくだらん発祥説よりちゃんとまとめろよ発祥説。俺は何も発狂説、お前に決めてくファッション説。ファッション説ならばお杉とピーコー、こいつをやつだけゴルビのミッション。もしくはそうだなドンコニシ、甘くはねえマイクロフォンの道。いやドンコニシじゃない、ドンコニシじゃない。内科に言われたリリー・フランキー、今日は私のリリースパーティー、楽しんでって危険な二人。つまりリリー・フランキーとピエール・タキ、凶悪の二人。映画は見た、さながら山田の兄ちゃん、ロン毛でヒゲ面でもかっこいいじゃん。リリー・フランキー、お前とバトルができて俺はマジでハッピー。なんなら書こうか東京タワー、絶対負けない即興なら。イエー、確かにお前はアイドルだけど言葉が安くてお買い得。俺が指示したら目開けて頑張ってるけどここまでね。いや安くない言葉叩き売り、お前はすぐに抜いちゃうな足立海みたいなもんだよ。それとも荒い海、俺のユーミンリリカルセンスを見せる。いやこういうライブしかできねえやつがよくいるからぶっ殺す。そう俺の役目はヘボラ死の絶滅、ヘボラ出血です。えいよあったまった、つまりこのビート、この場所はあったかい、この勝負を待ったかいがあったかいと聞きたくなるような半端ない。あんたライヒント系をナンバーないじゃなく俺はナンバーワンだ、分からせるあと一本の延長、楽しくお前が締めてくれよ。いや、yeah, 間違いねえぜ、ナンバーワンはお前だ。だけどそれが一瞬でひっくり返るのがアンダーグラウンダー、それがわかんだろアンダー。これがアンサーバトルの醍醐味、お前は負けてただの粗大ゴミ。あんまりそんないいだな俺らの印象、こんなバトルもいいしよ。いやいやこれが最後のバス、しっかり締めさせてもらいます。俺が優勝するごちそうさま、お前に心ステージで落ちるから。この熱さはヤンキー漫画でも引き下がれん、俺バウティーハンター。お前の頭に言葉の重みを続けるパンチライトランカー。ゼロー